白いちゃんとなんかなんだろう、石あ、石、間に合ったんだ、とりあえず、いいやつ選ぶってなるかもまあもう、どうは準備してください。お疲れ様。とりあえずね、2本目の試合になるんですけど、まあ、この間の反省点をね、少しでも生かせるように、出るスタメンの選手、あと控えの選手含めて、あとそれ以外のね、そこにいないメンバーも含めて戦っていきましょう。準備できた人はどんどん逆に行っちゃっていいはずなので、4時15分とか限らず行っちゃってください。この間のね、本当に負けがもったいなくならないように頑張っていきましょう。以上です。そしたら、あと10分で15分準備してください。まあ、でも一説目は、はい、まあ、ちょっと最初流れ持っていかれちゃって、はい、でも攻めた結果 PK とまた最終で失点してしまったんで、はい、別に崩されてはないので、まあ、2節は絶対、まあ、自分は点取ってチームのために貢献したいと思っています。そうですね、まあ、このために準備してきたんで、チーム一丸となって戦っていきたいと思います。お願いします。はい、僕一節ちょっと登録の関係で出れなくて、ちょっと燃えてるんで今日は、まあ、体のコンディションも今週の練習全部行ったんで、結構バッチリ仕上がってる感じで、おー、いいっすね。足の状態は全然大丈夫ですか？足もちょっと、怪我してからだいぶ時間経って、はい、もうだいぶ治りかけてはいるんで、はい、まあ、怪我だけには気をつけていいプレーができるように、じゃあ注目して集中してプレーしたいと思います、はい、ありがとうございます。頑張ってください、はい、ありがとうございます。あ、撮ってんの？撮ってます。あ、撮ってんだ。撮ってます。あ、撮ってんの。どうしたの？いや、撮ってます、はい、撮ってます。何でしょうか？第2節ですけど。第2節ですね。どうですか？前回めちゃめちゃビッグセーブの。そうなんですよね。連発で3。どうでした？3でも、それでも3失点しちゃったんで、はいはい、やっぱり今日は無失点で、まあ、前が取ってくれることを信じて守りたいかなと思います。今日こそは勝利できるように、はい、無失点で、はい、しっかりアップしていきたいと思います。はい、ありがとうございます。やめるみたいな感じですよね。はい、逆ムーブ。お前が乗ってる。あー、機械的です。スキップしながら肩回して奥まで。この前、負けちゃったから次は切り替えてできるように準備してきたから、コンディションはみんないいと思う、はい、個人としても。僕みんな聞いてたんですけど、話今みんなコンディション結構整えてきたって言ってました。はい、多分そういう実感があるのはいいことだし、まあ、でも実際そう思うから、はい、まあ、試合でもその自信がね出せたらいいなと思う。前回の情熱大陸が好評だったということで、ちょっと今回どうします？今回いらないですか？今回はそうだね。ちょっと今回、まあ、でも最終回はプロフェッショナルにつなげるようにしよう。わかりました。はい、以上です。そこつなげます。頑張りましょう。ではちょっと期待します。ありがとうございます。はい、どうす。石大地かという、はい、トップパンチャーで行きましょう。で、まだね、さっきも言ったけど、この間のね、負け引きずらないように、ここで1個、まず勝ちに行きましょう。なんか全員でしっかり勝てるように。
頑張りましょう。大丈夫そうですか。じゃあ行きましょう。よっ、メガウンターを見る。そうっすね。はい、行きます。3枚で回してる。はい、OK です。最初の特にやっぱ10分15分はやっぱり前でカンタさんをポイントにして一回当てて、じゃあ大地さん太一さん春也が拾うよっていう意識。最後そろう、ここが松本さん、ゴーゴーゲッツ3、あと45、ゲッツ3、これ2、これ2、これ2の飛ばしてこやこやこや、ごめんなさい。
いやマジで良かったです本当。受け出して2枚です。もう自分で奪ってもらう感じたんで走りました。見えてました。あれはいやマジで良かったです。すごいです。おめでとうございます。ありがとうございます。はい、自分でこうやってフリックして。ありがとうございます。頑張ります。キーパー見えてました。キーパーそんな来てなかったんでちょっとドリブルしてキーパーの位置ずらして逆をついた感じです。慣れてない。慣れてない。試合前のインタビュー良かったですね。試合前は緊張、なんか緊張してたんですけど、よくそうですね。コメント良かったから今日も今日も良かった。いやとりあえず点決めれてホッとします。紙のコップこれ。いやこのままの調子で、はいはい、期待します。次節も点取れるように頑張りたいと思います、はい、ありがとうございます。2ゴールおめでとうございます。初勝利おめでとうございます。やりましたね。おめでとうございます。結構僅差で。そうだ、まあ、はい、試合前にも言ったけど、はい、やっぱ状態もいいからやっぱこのままの状態を維持できるようにしていこうかなって思うね、はい、このままリーグ戦は長いからって思います、はい、まあ、一番こう勝ててこうみんな本当に勝ててお祭り騒ぎみんなまあまた次に向けて。そうですね、次が大事だから、はい、次が大事、まあ、でも今日、はい、行かせるように。そうだね、今日も反省はあるから、はい、しっかり次に向けて頑張っていこう。はい、ありがとうございます。みんなで、はいはい、まあ、ウォーミングアップから前回自分が言ってた部分ですごい意識してやってくれてたので、すごい、まあ、個人的にもすごい嬉しかったし、試合もやっぱ勝てて、ああいう風に面白いゲームになったというか、まあ、まあ、怪我が、ね、出てしまった人もいるんですけど、ちゃんと取るところで取ってっていう、まあ、一連の流れと、あとはまあ攻撃のバリエーションも前回より多分良かったと思うし、逆に前プレーのところも、まあ、哲が言ってたりとか、まあ、センターバックコーチとか一平が言っててしっかりまあできてたかなとは思います。どんどんまとまって3分も多分、まあ、昨日はなくなっちゃったんですけど、多分ここからまたでみんなでやらないといけなくなるんで、今日3分の方で来てくれた人はありがとうございます。せっかくで試合も見たりとか、まあ、サポートしてもらったりしたんで、今後もこの形でしっかり頑張っていきましょう。どっちもね昇格できるように目指して頑張りましょう。以上です。別に今日本当にみんなそれぞれがね役割とかしてもらって勝てたら一緒かなと思います。まあね、バックアップの、ね、みんなも、ね、本当によくやってくれたと思いますし、まあ、こういう、ね、1勝というのが次につながると思います。2週間空くんですけど、気を引き締めてコンディションとかしっかり調整して頑張っていきましょう。